未然は奈良県吉野郡天川村にある大峰山脈の山、標高1895メートル。天川村の南東部、大峰山脈の中央部に位置し、山域は吉野熊野国立公園の指定区域内にある、標高1895メートルは奈良県下で八京ヶ岳に次ぐ高度となる。採用は雄大と評され、 山頂付近は南北に長く平坦な地形である。周囲は北方に山城が竹と稲村が竹、北東に大普賢岳と行者帰り岳、東に大台ヶ原山、南西に八京岳と明城が岳があり、山頂南東部にある国見八方にらみから各ピークを望むことができる。未然は天候が整えば奈良盆地や大阪平野から遠望可能である。 未線を源流に持つ河川はいずれも新宮川水系である。西北に未線川、東北に川波間川が橋を発し、山、上川などと合流して天の川となる。南東へ白川又川が流れ、北山川へ注ぐ。未線川と白川又川は峡谷となり、未線川には草門橋と呼ばれる、急峻な峡谷がある。未線の年間平均気温は、 約8度、未然がある、大峰山脈の年間降水量は約3500ミ、mm、リメートルであり、夏はタウ、冬は積雪が多く、山頂付近で樹氷が見られる。南西の八京ヶ岳から望む山頂未然は、阿光山帯に属し、主な植生は常緑新葉樹林である。頭皮や白べその原生林が山頂周辺を覆うが、樹木の立ち枯れも見られる。 隣接する八京ヶ岳にかけての山腹に、国の天然記念物に指定された大山蓮華が生育し、7月上旬に花を咲かせる。日本鹿による食害から、大山蓮華を守るため、周囲一帯に防護柵が設置されている。他にハリブキ、カニコウモリなどの植物が自生する。未線付近は、鹿の他に、イノシシ、ニホンカモシカ、ツキノワグマなど、 野生動物が生息する。三千川や川端間川にはイワナが生息し、三千川上流はイワナの生息地として1962年に奈良県天然記念物に指定された。山頂案内版と三千神社鳥居古くは、三山や小山と書かれ、仏教用語の趣味山から転じて三千と呼ばれるようになった。山頂から奈良時代の遺物が出土し、 平安時代以降は、主験道の行場として使われてきた。未仙は、大峰屋崖道にある75の並木のうち、第54番の行場である。未仙は、第二次世界大戦後に、女人禁制が解かれた。また、山頂の未仙部材転写は、麓にある点が、大部在転写の奥の院にあたる。未仙後や総門の滝釈迦が竹山頂からの見る未仙。 八京ヶ岳の長房未線への登山道は、大峰山脈を南北に貫く大峰翼岳道の、他に、天下は河合、または坪内から、土地を辻を経る、ルート、行者間トンネルから入り大峰翼岳道に、合流するルート、県路の未線川を走行するルートがある。未線川ルートは、登り専用であり、スータの梯子による垂直移動、鎖場、痩せ尾根を伴う難路である。 このルート沿いの宗門橋に大岩壁の千年岩と宗門の滝がある。山頂の未戦小屋は厚生省が1957年に建設。その後幾度か改修が行われ、近年は1995年に改修されて宿泊施設、発電設備が充実した小屋となった。ありがとうございます。